はい、えー。今回ね、情報発信のやり方にしましょうか。あの、わかんない人は、ネタがない、わかんない人は、ニュース見て、それを発信してください。はい。まあ、実際に、えー、それで吉谷さんいいんですかみたいなね。これ、億万長者合宿でね、僕はね、セミナーで言ったんですけども、まあ、久保さんも言ってくれましたけど、僕は、あの、昔 Facebook やってたんですけど、ま、あニュース見ないんですよ、あんまり。だけど、 久保さんがやたらニュース流すんで、久保さんの Facebook の投稿でニュースを知って、あ、そんなこと世の中で今起こってんのかっていう気づきを得ることができました。逆に久保さんがその聞いたニュースを流してくれていなかったら、僕はニュースのその情報に触れることはなかったということです。だから結局、テレビ番組もそうなんですけど、富士テレビでやろうが、日本テレビでやろうが、NHK でやろうが、どこの番組見たおな内容一緒ですよ。内容一緒なんだけど、誰か言ったのか、どこでやったのかぐらいなんで、あなたが言ってしまえばいいんです。 わかりますでもそのニュースっていうのはあなたしかあなたしか見てないっていうわけではないかもしれないですけど日本全国1億人から見たら見てない人もいるんです知らない人もいます毎日ニュースずっと見てる人忙しいんですよなも,もっと分かりやすい例で言うならばあの去年一昨年ぐらいからも、まあ、だいぶ出てきましたけど、ね、本をねまとめてね アニメーションにしてまとめてね、10分で分かりやすく説明する。もうネタ、もう本,本無限にありますね、ほぼ。これからも本って多分出てくるので無限にあるじゃないですか。ね、それを本を解説して10分にまとめてやる。えそれでもめっちゃ稼いでる人いますよ。ネタがない。ありえないですね。いってらっしゃい。